いどうもこんにちは。この時期のクーラー病に要注意、毎度おなじみうぷ主のミーです。冷たいものの食べ過ぎにも要注意、霊夢だよ。こまめな水分補給を、マリサだぜ。ということで今回も折り紙キングを実況していきたいと思います。前回はキノピオたちを顔なしにしているパンチって野郎がついに部屋から出てきたのよね。ああ、倒し方はなんとなく分かってきたがマリオまで体に穴開けられちまって大変なんだぜ。果たしてマリオは無事に倒せるのか。ゲームスタート。頑張れ、こいつを倒せば体は元に戻るぞ。もう立っているのがやっとなんだけど。マリオさんは私が守りますわ。ああ、一気に剥がれた。土神様の力はやっぱりすごかった。なんだよ、せっかくノリノリだったのにしんみりするんじゃねえよ。お前のせいだぞ。まったくその通りですわ。最後まで派手に行こうぜ、へいへい、カウントダウン、よろしく。スリー、ツー、ワーン。ああ、キノピオたちの顔が。会場には顔面の雨が降り注いでおります。怖すぎるんだけど。よかったー、これでキノピオたちは元通りだね。それじゃあ紙テープを遠慮なく。ふう、これで残りは2本になったぜ。もう長いこと旅してるけど終わりが見えてきたわね。太陽も無事に戻ったし、砂漠はこれで安心だね。あー眩し、僕のオーラ眩しすぎ、太陽光だぞ。わあ、お日様が元通り。あら先生、何か悩んでるの？先生ごめん、僕のオーラが。殴っていいぞこいつ。そうか、太陽だったのか。え、何が？マリオくん、オリビアくん、今すぐ太陽の祭壇へ行ってみよう。見たまえ、床が開いている。ほんとだ。この祭壇そのものが古代人の証拠へと続く道の入り口だったというわけだ。なんだ、財宝があるわけじゃないのね。さあ早速中に入ってみようではないか。ねえ、なんだか随分とひんやりしてません？ここ本当に砂漠。お日様も元に戻ったのに、こんなにひんやりでいいの？あー、なんだあれは。あらー、おっきい氷。この氷削ってかき氷屋やれば儲かりそうじゃない？やりましょう。やるか。だー、よく見たら氷の中に誰かいるぞ。キノピオ。ただのキノピオじゃなさそうだぜ。ちょっと待て、この伝説の古代服は、まさか、まさか。とわー。これはまさかの伝説の古代人ピオ本人だー。手がかりどころか本人がいるなんて、すぐに助けなければ。頑張ってー。手伝ってくれ。燃えろー、燃えちまえー。確かに溶かせるかもしれないけど、ピノさんに燃え移っちゃったらごめんね。ピオだ。解凍できたかしら？電子レンジ使った方が良かったかもよ。冷凍食品じゃねえんだよ。ピクリとも動かないぞ、まさかすでに。もう一回火で焼いてみます。炭になっちまうよ。よせよ。ああ、解凍成功だわ。紙は書き厳禁だぜ。偉そうだなこいつ。おお、喋った。古代なまりがあるが我々と同じペラ語が通じるぞ。俺の名は、そう、キャプテンピオ。キャンプでピノ。それはただのデザートタイムだろうが。エターナルを超えてフリーズは解かれ、ここにフリーダムを手に入れた。昔そういう言葉を使う芸能人がいたな。うおお、やはり伝説の古代人ピオだ。あの人何言ってるのかわかりませんわ。ブレインがフリーズしたままなんだろ。ところでピオさん、ピオさんならもしかして海図っていうの持ってません？私たち、大海原でその海図っていうのが必要なの。そうそう、霧がひどい場所があって進めなかったんだ。大海原か、何もかも皆懐かしいぜ。海図は、海に生きる者の証明、いつだってこの胸の中に抱いてる。だが、今の俺は差し詰め翼の折れたエンジェル。我が青春のマリン号をこの手に取り戻したい、つまりそういうことなのさ。マリン号じゃなきゃダメってことでいい。へえ、ピオさん、スーパーマリン号知ってるんだ。あれかっこいいですよね。スーパーマリン号なら博物館にありますわよ。俺と大海原を駆け抜けたあのマリン号が、博物館に眠る、か。あんたも博物館で眠ってた方がいいぞ。ふ、感謝するぜ、情報や。そんな大昔の船が今でも使えるもんなのか。ああ、行っちゃったわ。そしてピオとマリン号を別の船に乗せ、航海することになったマリオたち。船に船を乗せるってどういうことだよ。まあ海図もらえたからいいけど。あら、紙テープが伸びてるじゃない。紫の紙テープですわ。やっぱり大海原にもあるんですわね。随分遠くだな。赤い船のマークが現在地だ。この海図で確認しながら進めば霧の中でも迷うことはない。今はほとんど白紙だが、新たに島を発見したらここに書き込んでいくぞ。これはすでに俺が見つけた島だ。差し詰め、ドクロ島と呼んでいる。見たまんまね。このドクロ島には大海原と霧の重大な秘密があると言われている。まずは、ここを目指せ。
重大な秘密、そんなことより財宝はないの？話が進まねえだろ。さあ着きましたよ、ドクロ島。うわぁ、これ上陸したくないなぁ。この島に何があるかは自分たちで確かめてみろ。キャプテンは行かないんですか？解凍されたばかりでどうも調子がな。みんな絶対置いていかないでよ。不利かしら。化け物とかいないよね。ん？なんか扉が現れたぞ。このマーク、もしかしてカフェ？ちょっと入ってみよう。いらっしゃい。どうも。カウンター席になんか積まれてるんだけど。メイドカフェようこそ、ご注文は。そっちのメイド？じゃあサンズラテで。メニュー名も随分と雰囲気あるな。はい、サンズラテ。骨？これ何に使うんだ？あれマリオどうした？コーヒー飲まないの？ここのコーヒー、結構うまいんだぜ。その骨お菓子か何かなの？骨が骨くわえてるわ。お客さん、スプーンくわえて遊ばないでよ。スプーンだったんかい？ところで奥のお客さんはいつまで寝てるんだろう。ドクロ島、確かに何かありそうだ。本日もスピランに挑戦しますよ。ああ、なんか眠くなってきた。さっきの勢いはどこに行った？皆さんどうもごきげんよう。いかがお過ごしでしょうか？僕は今落ちました。見たらわかるよ。皆さんごきげんよう。いかがお過ごしでしょうか？僕は今落ちています。非常にこのスイッチを押すのが難しいのです。お、今回は成功したじゃない。うわあ、行き止まりだと今思っただろ。残念でした。あんたがそう思ったんでしょ。うわあ、砲台が吹っ飛んでった。マリオ、いつの間にかあんなに怪力に。マリオが吹っ飛ばしたんじゃないだろ。ここまで順調順調。それにしても砲台の飛び方がダイナミックすぎるわね。やったー、今回も無事にクリアできました。皆さんマリオ相撲ってご存知ですか？もちろん、毎週見ているし実際に見に行ったこともあるわよ。冗談だろ。マリオ相撲ってマリオが何をするの？相撲をするんだろ。敵に当たったら即アウトなのにどう相撲する気だろう。スター状態でするんじゃない。相手が即倒されるわ。なるほど、こうやって相撲をするんだ。マリオ、今日こそお前をぶっ飛ばす。いいのかい、そんなことを言って。こいつのこの余裕な感じ、気に食わねえ。わかるわかる。もう少しだ、そのままおせえ。やったー、どうだパックン。むきー、またしてもこいつに負けた。マリオ相撲面白いわね。ああ、ちゃんと相撲っぽくなってるぜ。同じ条件で勝負できるから勝つか負けるかわからなくてドキドキする。それでは次のステージに参ります。次の相手は誰だろう。おべさ、なんか今一瞬変なのが映った気がするんだけど。霊夢疲れているんじゃない。きっと見えたっていう人は疲れているんだよ。マリオ、パックンが随分あれ。あいつは一体何を言おうとしたんだろうか。パックンが随分と可愛かったみてえだな、とか。気持ち悪。さて次は誰が相手かな。おべ、やばい、私も疲れているのかも。おお、今度は巨大マリオだ。進むにつれてでかくなっていってるぜ。今度は巨大激おこ花ちゃんと相撲対決だ。こいつかなり重いな。あれ、僕勝ったの。一番でかいくせに一番早く勝負がついたんだぜ。もしかしてマリオ、相撲の才能あるんじゃない？うんうん、これから力士として活動したらいいよ。よし、横綱目指して頑張るぞ。